第2コリント12章19節より21節あなた方は私たちがあなた方に対し自己弁護をしているのだとこれまでずっと思ってきたのです私たちは神の見前でキリストに結ばれて語っています愛する人たちすべてはあなた方を作り上げるためなのです私は心配しています そちらに行ってみるとあなた方が私の期待していたような人たちではなく私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないだろうか。争い、妬み、怒り、等派心、そしり、陰口、傲慢、騒動などがあるのではないだろうか。再びそちらに行くとき私の神があなた方の前で 私に面目を失わせるようなことはなさらないだろうか以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い淫らな行い不死だらな行いを悔い改めずにいるのを私は嘆き悲しむことになるのではないだろうかおはようございます。えー、8月になりましてねあの 先月でしたけれども2週間、えー、孫がこのハワイ単独滞在では本当に皆さんに、えー、お世話になりました、えー、無事に7月の31日に、えー、送り出しました、えー、空港では、まあ、特別の見送りパスを私たちがいただきまして、えー、搭乗ゲートまで入ることが、うん、できてそして搭乗時間まで一緒にいて 係の人にま委ねるということができましたので、ジジまあ、じじばばの心配はなくて安心してこう送り出せましたし、多分日本の両親も心配してたでしょうけどね、まあ、彼女自体、あの、羽田に着きましたらね、私たちの心配なんかもうなかったかのように、ピースしながら、走って両親のところに行っていましたね。 えー、まああのでもやっぱり「走り寄る姿っていうのは10歳のは歳子供ですね、えー、しかし来年もまた来ます」とも言ってましたのでだいぶ自信がついたあの今回の旅で本当に皆さんにもよくしていただいて感謝をしていますけれども親にとって子供はいくつになっても心配の種です。 で愛する家族は、まあ、心配というならば心配の対象ですねで夫婦にとってそうですし自分よりも夫婦であるならば相手方のことっていうのはやはり自分を置いても心配になるんじゃないかな、えーまあ、私も随分とかなりに心配を今までにかけてきたようにも思いますけれども、えー、来月です。 えー、9月の1日、えー、セラプレイズがもう8周年になりますその記念礼拝実は今年も岩渕誠さんに特別ゲストで音楽礼拝をしていただこうと、えー、依頼をしてあります。で今回はね、えーまあ、あの夫人由美子夫人奥様由美子夫人祈っていただきましたけれどもね回復をした彼女にもその声と歌声も お,お願いしますとリクエストしましたので、えー、聞くことができるその姿をお見ることができると思います、えー、昨年、えー、由美子夫人の病気のことを、まあ、聞いたのはあの後でしたね心配して皆さんにも祈りのリクエストをしましたで状況としてはかなり困難な状況から回復をしてそして 今があるというのは事実です大変に嬉しい限りですけれども由美子夫人のその歌声がもうすでにね YouTube などにもアップされたりお二人で教会の礼拝の奉仕音楽奉仕を,をされて復帰されているまあ徐々にですけれどもねされていることも、えー、拝見して本当にすごいな。 去年あの後からのことをこの一年を思うとすごいことだなと思います。えー、去年のあの7周年の礼拝準備をちょうどしてくださったのが8月です。でその頃にはまだ、えー、確かな治療法っていうかどうしていいかっていうのを悩んでいた頃だったと思います。不安定だったと思いますね。えー、私たちはまあ遠くからでしたけれども 夫、えー、人が回復されることを、えー、本当に祈りました願いました、えー、来月の「セラプレイズ」の8周年で歌ってくださるってことはまたまた本当にすごいことで、えー、感謝で感激のことですで私たちは自分の置かれた状況で先が見えないからもちろん心配しますしその心配のゆえに恐れますそして 解決方法が与えられますよ。そして必ずこうできるでしょうと確かであってもいや、わからないと心配します。さらに自分のこと以上に誰か愛する人のことであるなら余計心配します。家族が離れたところに住んでいればすぐに会えないその状況であるならば心配です。 日本の親が心配です。日本にいる兄弟や姉妹が心配です。離れた方たちが心配になります。高齢のゆえに心配です。体が弱いから心配です。病気の知らせがあると心配です。弱さを体験したゆえに心配をしていた、まあ、チャンセン教師夫妻もね、今日は 息子さんがここに一年ぶりにカナダから来て礼拝に参加して一緒にここで賛美できるっていうのは本当に嬉しいことですね。私たちの心配というのもそれは祈りとなってそして良い知らせやその姿を見ると本当に喜びます。えー、昨年の5月 ペンテコステの礼拝の時でした特別のメッセージをしてくださいましたドラムをドラマーの市原康さん彼はあの「のルパン三世」のテーマソングを演奏しているすごいミュージシャンですけれどもね彼がメッセージをしてくれてそして彼は家の教会をやはりずっと続けています。 オンンラインでメッセージを発信しています演奏活動もされて活躍をするしかし本当に数日前なんですが彼が悪性リンパ腫、まあ、血液の癌ですその中でもあのリンパ腫悪性リンパ腫って実はいろいろな種類があるようですねあのいろんな病名がついています、えー、彼はなんか原発性マクログロブリン 血症などという病名がついてるんですがとてもこれは100万人に3人という難しい病気だっていうふうに、えー、公表されました。でまあやっとねコロナが終わってそれで演奏活動が再開されてきた矢先です。でももうかなり病状が進んでいるようなのですぐに抗がん剤の治療に入り まあ演奏活動を実は秋からの活動をキャンセルして年内は治療に専念するというふうに言っていました。まああの宣教は続けたいという続けられるというようなことを言ってましたけれどもまあ無理がないようにということを願います。で私たちは心配しても何にも治療の助けになりませんがそれでももちろん心配します。そして 祈ります私たちは普通でもね心配するのが得意でなんかほとんどの人が心配性って言っていいぐらいで、その心配っていうのは重なると恐れになります様子が見えなくて解決が見えないとさらに心配が心配で恐れが増しますないことまで想像して心配をしてしまいます えー、日本では、ね、石橋を叩いいて渡るっていう言葉があります、えー、頑丈な石の橋なのにでも大丈夫かなトントントンって叩いて渡ります、えー、注意に注意を重ねて、まあ、必要以上に心配しないでねっていうことなんですがでももしかすると石橋を叩いて壊しちゃって渡れなくしちゃってしまうようなのも私たちかもしれませんけれどもね、まあ、今日の箇所で。 パウロも20節で、なんとパウロが言いました。私は心配しています。まあ英語ですとね、もうこれあの心配よりも恐れです。アフレイドとかね、フィアーっていう言葉を使って心配の表面じゃなくてもう恐れになっています。自分のことを心配して他人のことをまあ心配するのは当たり前なんですが、パウロはっていうと、 もうそれは、教会のことを思うと心配で恐れてしまうほどであるわけです。で具体的にはパウロは、三度目の訪問を今しようとする中で、それのゆえに、私は心配しますっていうパウロの、この心配っていうのは、もちろんパウロの愛から出ている心配です。で、 まあ切実で恐れとなるほどの大きな問題であるこの心配この箇所から今日のメッセージを受け取りたいと思います。でこの12章前半のところ今日読んでませんけれどもねまた後で見てください。パウロは自分の身にあるあの一つの棘弱さ自分まあ言葉を変えればね自分の内側にある心配 むしろその弱さは誇りましょうと言いました。私は弱い時にこそ強いと、内にある弱さ、心配や恐れっていうのを、まあ、受け入れて、いやいや、これを変えて、強さへと、まあ、変える信仰を表しました。しかし、あの、十一節以降ではね、やはりそのパウロも、 コリントと自分という境界、私とあなた方っていう言葉が実はね、繰り返されて使われます。そしてその心配の内容、ここに、この関係の中には心配と恐れがあるんだ。十5節では、あなた方を愛すれば、愛するほど私の方はますます愛されなくなるのではないでしょうか。 っていうふうに、何々でしょうかっていうんですね。17節でも、あなた方を騙したのでしょうか私たちは、まあ、なんつんでしょうね。信頼が崩れる、壊れるっていうことはとても悲しいことであって、パウロは、私たちは同じ霊に導かれて、同じ模範に、キリストの模範に、まあ、習って、 歩んだはずですよね。歩んだのではないですかっていうふうにやはり聞くんですね。で、パウロがこう、関わって救いへと導いたコリント教会の愛する人たち、その関係の中で、実は、誹謗中傷、悪意ある言葉、ねじ曲げられてしまうようなその言葉が出てきて、それはパウルにとって耐え難いことです。 今日の19節あなた方は私たちがあなた方に対して自己弁護しているのだと、これまでずっと思ってきたのですかいやいや違いますよっていうことですね。そんなこと思ってるんですかコリント教会のパウロたちに対する理解が、実はなんだか曲がって、変わってきてしまう、曲げられてしまったようです。で、パウロはその宣教のために、コリント教会には、 経済的なな負担をかけなかけったそんなことはしなかったですが他の教会と比較すると他の教会からは金銭的なその援助も受けて支援を受けていたようです。でそんなことをね引き合いに出してコリント教会をねパウロたちは軽く見ているんだよ、えー、っていうような言い方もしてしまうんですね。愛しているんんだったらちゃんと 援助も受け取ればいいのにそれを拒否してるってなんだ愛してないのかっていう言い方なんですねわ,わかんないねこれエルサレム教会がそしてへの支援をコリントの教会はあのー、するように支援研究のアピールをしたわけですがそれすらも今度はねそんなことしてないのにそのお金をごまかしてもらっちゃってるんじゃないのかっていう風うに言うわけですね まああの、なかったことまで、こんなことしてる、あんなことしてるって、これは、誹謗中傷、中傷です。で、こういうのね、ないことを、それをね、証明するって悪魔の証明という言い方もあって、今もいっぱいあるんですね。何を言っても何をしても、批判して、中傷するっていうことです。だからこそ、 これではいけない。パウロは三度目の訪問をしようと準備してこの手紙を書いています。で、そして、パウロは私たちは神の見前でキリストに結ばれて語っていますと言います。もうそういうしかなかった。しかし、さらにそこから神を信じる者たちの関係が始まるんだ。 愛する人たちすべてはあなた方を作り上げるためなんです。パウロは、まあ、パウロへの抽象に負けない。あのいっぱい書いてあった言葉に負けずに、パウロは諦めずに、神の教会が作り上げられ、築き上げられるために、二十節、今日の言葉です。私は心配しています。恐れてるんだけど、 でも、これはね、心を注ぎ出して、いろいろなケースを考えて、想定して、問題点を整理しているんではないか、というふうに私は思います。すべて神頼みで無責任に、うん、するんじゃない。自分も考えて、心配して、そして、心配すると、祈る。祈る事柄が具体的になります。何をしたらいいのかが整理されます。 20節、そちらに行ってみると、あなた方が私たちの期待しているような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないだろうか。人は相手の言葉、そして行動、これもね、勝手に期待をします。そして自分の思い通りにならないこと、ならないとがっかりします。 でも、パウロはそれよりも具体的な問題をここに掲げていきます。心配のポイントに移っていくんですね。で、コリント教会の問題点。一番大きな、これは問題だっていうのは、争い、妬み、怒り、党発心争いです。で、これはあの、教会であっても、人が集まると、それは分裂をして、分派をして、それらがまあ敵対して、 怒りとか妬みとかそういう感情が膨らんで争いとなってしまうというのが現実なんですねそしてその時にはそしりとか陰口っていう言葉の暴力もうひどい言葉を使ってそういう暴力が生まれていきますそしてそれぞれが競い合って自分の方が偉いという傲慢がそしてそれが争い騒動となるっていうことが あるんではないだろうかと、ここに心配として書きますけれども、その心配によって問題が整理されていきます。さらに具体的には、コリント教会には21節以前に罪を犯した多くの人々がいました。いたんですね。不潔な行い、みだらな行い、不死だらな行いという罪を犯した人々。でも、キリストを信じる時には、 パブルによって、悔い改めて救いを得たことでしょう。しかし、その後、さあ、どうなったのか、パウロは心配します。まだまだ、それが完全に解決をしていなかったでしょうね。再びそちらにパウロが行くとき、私の神があなた方の前で私の面目を失わせるようなことはなさらないだろうか。 せっかく食いに結び、結びついて悔い改めたのに今はどうなんだろうか私の努力というかね、私が導いたそのことが面目を失わせることにはならないだろうか悔い改めずにいるのを私は嘆き悲しむことになるのではないだろうかと、またここでも疑問形なんです。パウロの心配は、 コリント教会の悔い改めが中途半端で徹底されなかったのではないだろうかこれは恐れになりますなぜ壊れてしまうから教会が争いになってしまうからこれらの心配恐れというのはでもこれはパウロの覚悟なんですねこの心配によって3度目のコリントに行くべきだっていう覚悟ができます な何々でしょうか何々だろうかって繰り返して繰り返して言ったその心配はあるんだけれどもこれを解決しなければっていうパウロの覚悟がここにあるこの心配恐れに向かうパウロの確信は何なんだろうか19節私たちは神の御前でキリストに結ばれて語っています。 パウロには信仰の確かさがあります。そして、愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためです。コリント教会に対して、救われた私たちに対して、愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためなのです。目的を確かにして、この心配をします。何よりも、18節、同じ霊に導かれ、同じ模範になら、 歩んだ今日の箇所のちょっと前になるんですけどねこれを覚えてください同じ霊に導かれて同じ模範に習って歩んだ精霊の導きとキリストの模範に歩むクリスチャンの歩みによって心配は必ず恐れは必ず解消されます私たちの心配恐れもこのことをしっかりと 受け止めるときね、問題解決の糸口になります。心配や恐れを解消できるのは、御霊の導きとキリストに習う歩みです。私たちも心配をします。でも、心配では終わりません。神の御前でキリストによって、御霊に導かれて前に 進むことができます進みます。主の祝福がありますように。God bless you。祈りましょう。天の父なる神様、今日もこのリビングにゲストを迎え、またオンラインでもつながって捧げる礼拝を感謝をします。ハワイだけでなく、同じ時間に礼拝を捧げる皆さんを祝福します。また YouTube やラジオの配信を通し、 礼拝を共有される皆さんにも主の祝福がありますように私たちにとって心配の種は尽きません自分の心配もありますが離れた愛する者たちを思うと当然心配しますその心配が重なれば恐れとなりますしかし その心配が心配で終わることなく祈りとなるならば、私たちは主の御前でキリストによって御霊に導かれて、すべてを主に委ねることができます。必ず主が最善をしてくださると信じ、あなたの平安をいただきます。 イエス・キリストの皆を通して感謝してお祈りいたします。あーメン